どうもどうもお疲れ様です。120分以上の映画が苦手なエステちゃんです。今日は、ハッピーデスデーをハッピーデスデー2を続けてみたので、そのダバなしですね、していきたいと思います。で、あらすじが、主人公ツリーはキャンパスの女子寮に暮らすイケてる大学生。遊んでばかりの彼女は誕生日の朝も見知らぬ男のベッドで頭痛とともに目を覚ます。慌ただしくルーティンをこなし、夜になってパーティーに繰り出す道すがら、彼女はマスク姿の殺人鬼に刺し殺される。しかし目を覚ますと、またも誕生日の朝、見知らぬ男のベッドにいる。で、彼女はエンドレスのタイムループにはまり込んでしまっていたのだ。タイムループを止めるには犯人を見つけることだと気づいたツリーは、殺されても殺されても立ち向かう。しかしその先には予想もしない衝撃の事実が待ち受けていたというのが、1で、2がハッピーデスデートゥーユーというやつで、やっとタイムリープから抜け出したと思ったツリーにさらなる恐怖が訪れる。そしてタイムリープの秘密を知るカーターのルームメイトライアンもツリーと同じくベビーマスクに襲われてしまう。逃れるためにまた恐怖のループを繰り返すツリーは、その中で究極の選択を迫られることになってしまうという話で、一応このフィルマークスでは、まあ、ホラーとかスリラーとかになってるんですけど、し、あのね、この何ですか、ジャケットっていうんですか、ポスターも怖い感じなんですが、実際まあ何回も殺されるシーンとかは、まあ、マスクかぶったね、人に殺されてるんで、なんかまあ怖いし、いないところから現れてて、いわゆるホラーのね、驚かし方してるのホラーなんですけど、それ以外はもうコメディというか、キャンパスライフものというかね、はい、ラブコメみたいな感じ で主人公のね、ジェシカ・ローテさんっていうんですかね、もうちょっとそのブリジャーみたいな、ブリトニー・スピアーズ感なのね、いかにもアメリカ女性のね、カーストで一番上だなっていう、分かりやすい白人の女性のね、こう目鼻立ちくっきりみたいな感じで、もうまさにコメディですねみたいな感じでした。はい。で、まあハッピーデスデーもコメディとして面白いんですね。で、何が一番面白かったかなって考えると、なんかね、誕生日パーティーの時に、ツリーのね、主人公の誕生日パーティーの時に、その言い寄ってる男の人がいるんですけど、で、そのツリーの部屋かななんかに来て、ですごいこう、なんていうんですか、ミラーボール的なね、そういうライティングをして、すごいなんかこうアップテンポのクラブミュージックみたいなかけてる、イエーイみたいな感じで踊ってるところに、このね、殺人鬼というか、この殺すね、人が来て、その爆音に紛れながら殺して刺していくっていう、でツリーは気づかないっていう、まあよくあるね、笑かし方ですけど、それがちょっと面白かったですね。爆音に乗りながら刺されてるっていうのが面白かったなっていうのはありますし、あとね、ハッピーデス to you の方は、なんか今度パラレルワールドっていうか、マルチバースっていうか、こうね、量子コンピューターというか、量子学、量子力学みたいなのを使う、このなんかね、アントマンみたいな話になってて、なんかこういうなんかコメディ、まあアントマンもコメディですけど、なんかそういうちょっと怖い系ので、入れてくる、そういうマルチバース的な考え、同じ人が2人いるみたいなね、なんか新しいなと思いながらも、ちょっと長い気がしちゃいましたね。でも仕組みはわかるじゃないですか、最初に説明してくれてるので、こういうこれこれこういうことで、多分その
なんていうんですか、量子力学のなんかそういう機械を使って、それで時空に歪みが出てみたいな、それでなんか同じ人が2人いるみたいな、だからこのなんか時空の歪みを止めなきゃみたいな、あのね、ドクターストレンジ2みたいな話なんですけど、言うから、なんかまあ仕組みは分かるんですけど、なんかそっからね、こういろんな攻防があるんで、殺されかけたりとか、あのこの人を見捨てちゃうとこの人は死んだままだとかね、いろいろあるんで、まあちょっと、まあ、そんなに丁寧にやらなくてもなとか思っちゃったんですけど、まあでも学園ものと考えると友情とかね、あの大事なんで、まあしょうがないか、まあ100分ですけどね、90分だったらもっと良かったなみたいな、あのことは思ったりしましたが、でも新しいことしてて、なんかいろんな広がり、一応ホラーなんですけど、まあポスターもホラーなんですけど、なんか学園ものとしての広がりを見せてるんだな、変わってるなと、面白い話だなと思っていたら、このクリストファー・ランドンさんっていう監督なんですけど、たまたまのザ・スイッチっていうね、これもまあホラースリラーって書いてあるんですけど、これもコメディーです。はい、凶悪殺人犯と女子高生が入れ替わっちゃうっていうねやつで、これもまあ面白かったですね。はい、この凶悪殺人犯のおじさんの役の人がすごいなんか女子高生役うまいというか、ゴリゴリのおじさんなんですけど、あのめっちゃ女の子っぽいしずくさっていうか、あの普段女装してるんじゃないかと思うぐらい自然にあの女子のなんか感じ出してて、それが面白かったですね。だからきっとこの監督はね、面白い作品作るんだな、ちょっと怖いテイスト入れながらもなんか明るいあの話を作る人なんだみたいな風に思いました。はい、ということで、ちょっとだから、まあ、ポスターがねめちゃくちゃ怖くしてるんですけど、これこのポスターじゃない方がいいんでしょうね。なんかもうちょっとその明るい色にした方がいいんだろうな。ホラーじゃないですもんね。なんか、うん、ホラーにしては明るすぎるなって思いました。でも面白かったです。ワンもツーも。はい。ということで、ハッピーデズデーは、ネットフリックスとかプライムビデオとかユーネクストでも見れるんですけど、ハッピーデズトゥーユーが、ユーネクストでしか、その見放題やってないんで、興味ある方いたらぜひ見てみてください。はい、ということで、また何かあったらあげたいと思います。終わりです。